DS PDS うずら日記プリ。はい、なんと姫うずらがね、なんか最近黄色くなって、アヒルになってる、アヒルになってるよ、どうしたらいいだよ。こちらじゃなくてね、こちらにね姫うずらたちがいます。で、前にね、このね壁なかったですよね。自分で作りました。見てください、これ。ほら、このようになって壁ができてます。でもたまにね、オスのね、ささみちゃんがね、こっちに来てたりしてる時がたまにあるんですけど、二人でね、別に喧嘩もなくね、仲良くできてるんですよね。だから数日ね、この同じ空間に入れたら、仲良くなりました。でもなんか、まあ最初らへんはね、襲って交尾してたりしてたんですけど、まあ合体というやつですかね。はい、って感じです。で、二人とも元気ですね。どんだけ狙ってんだお前、おいささみちゃん。で、なんとね、あれっすよ、シェイミーちゃん、あれ名前合ってるか、シェイミーちゃんね、なん、ほら噛まなくなってる。なんと卵をね、産みましたよー。卵産みましたよー。ほらー、シェイミーちゃんよくやった。これね、初卵だと思います、おそらく。まあシェイミーちゃんで、交尾した後ではないんで、おお、お前、はい、多分まあ生まれることはないと思うんですけど、これ無精卵だと思うんですが、卵ね、生まれました。すごいです、これ。シェイミーちゃんのお腹の中からこんなでかいのね、出るとは思えないんですけど、ちょっと小さいんですが、今からね、食べていきたいと思います。はい、すごいちっちゃいです。うわ、やべ、ちょっと割ってみましょう。僕食べたことないんでね、ヒメウズラの卵。おお、すごい黄色い。やっぱ卵でシェイミーちゃんがね、元気なのか元気じゃないのかっていうのもね、結構わかるそうで、これはどうなんですかね。ちょっと匂い嗅いでみましょう。匂いしない。ひよこが出なくてよかったですね、半熟のひよこ。では焼いてみましょう。いきます。ほっ、じゃ、やべえ、焦げちゃう焦げちゃう焦げちゃう。くっついちゃう。俺の卵がスクランブルエッグになってきた。なんじゃこりゃ。いただきます。俺の料理の仕方に問題があるのか、それともヒメウズラの卵がもともとそんな美味しくないものであるのか、ちょっとね、わかんないですね。それか僕がもっとこう美味しくなるような餌をね、しっかりあげれてんのかっていう、ちょっと正直野生の味がします。はい、美味しくはなかったです。食材のありがたみが分かりました。ごちそうさまでした。どうなっちゃうんだろう。 PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしく。